鈴鹿トンネルは、三重県亀山市と滋賀県甲賀市の県境の安楽峠にある、新名神高速道路のトンネル、または、鈴鹿峠にある国道1号のトンネルである。2017年12月9日まで、新名神高速道路機械通区間の最長トンネルであった。当トンネルが開通したことにより、高天寺の国道1号鈴鹿峠の通行止めによる、三重。 滋賀県間の交通寸断の懸念がなくなり、道路事情が大幅に改善された。新名神高速道路の大部分が建設途中の2003年3月25日に道路関係4高段民営化水市委員会から発表された建設コスト削減計画により、暫定4車線で供用開始となっている中で、 下り線の鈴鹿トンネル区間と、その前後の未当初計画通り三車線の上下線、警護車線で共用されている。こういったトンネル、超大橋の区間は、仮に、完成6車線での運用が決まった際に、大規模な改修工事が必要になることから、初めから完成6車線の規格で施行された。三重県側の水が滝橋から、 トンネル内にかけて約5トルの直線区間が続いている。線形がよく設計されている、新名神高速道路の機械通区間の中でも、直線区間がこれだけ長いのは、この区間だけである。トンネル西側の高度は3 1 3ルで、東側は2 3 4ルと東西で7 9ルの高低差がある。 名古屋方面へ向かう上り線を走行する場合は、トンネル内であることで、スピード感覚が希薄になりやすいので、走行には注意が必要である。従来の三車線トンネルよりも広く掘削されており、断面積が名神高速道路にあるトンネルの約2.5倍になる約200平方メートルもあり、全幅員は15メートルという高福員構成である。したがって、 通常のトンネルよりも照明数が必然的に多くなりコストがかかることから大光量かつ高効率の照明が開発され従来型の照明より設置個数が削減された詳細は下表の通りトンネルボーリングマシンであらかじめ小さなトンネルを掘削しその後ナム工法で拡幅するシルベコ先進工法で施行されたなお 新名神高速道路の他3トンネルもこの工法で施行されている。シルベ港を掘削した TBM は直径5メートル、長さ13.2メートル、重さ約123トンの急速施行システムを採用し土木学会技術開発賞を受賞した。下り線工事にて採用月進む769メートルを記録。 国内記録を26年ぶりに更新したが、上り線工事において、それを上回る885.6メートルを記録。TBM 屈指新月新日本記録で認定された。鈴鹿トンネルは、鈴鹿水道とも呼ばれ、トンネルの変額にも、鈴鹿トンネルとは表記されずに、鈴鹿水道と表記されていた。新鈴鹿トンネルの開通までは、信号機による、 交互通行規制が実施されていたが、新トンネル開通後は、亀山、四日市方面への一方通行となり、信号機も撤去された。後のトンネル改築で、トンネルポータルとも一新され、トンネル出口の急カーブも改善された。改築後の変額は、鈴鹿トンネルと記されている。アーチ部は、コンクリートブロック巻き、側壁は、場所だコンクリート巻きのトンネルである。 校門には、ゴシック風の三つ矛を模したピラスターが施され、壁面に、下見たばり風横島の装飾がされている。国道1号の東トンネルは、鈴鹿山脈を南北に貫いているのに対し、新名神高速道路の鈴鹿トンネルは東西に、貫いている。新名神高速道路の鈴鹿トンネルとは、約 2km 離れている。ありがとうございます。